コロサスタイル編集長の星野です。相次ぐコロナ禍の中、全業種本当に大変厳しい状況になっていると思います。それはアパレル業界も例外ではありません。そんな中、日本を代表する老舗のセレクトショップ、ビームスが注目しているブランドがあると伺いました。それがイタリアのフィリッポ・デ・ローレンティスです。現在コロナ禍で大変な状況ではあるんですけど、やっぱりそんな中でもビームスの思いとしては、素晴らしい製品を、コストパフォーマンスがよく、思えるものをやはり紹介していきたいというふうに伺いました。ビームスのトップバイヤーである武藤さんにですね、どんな製品を選んだのか、またフィリッポ・デ・ローレンティスの魅力、その辺をですね、伺ってみたいと思います。では早速聞きに行ってみたいと思います。あ、こんにちは、武藤さん。皆さんどうもお久しぶりです。いつもありがとうございます。すみません、今日もいろいろお話聞かせてください。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。武藤さん、結構、以前にも出ていただいた企画が大反響で、本当ですか、おかげさまでありがとうございました。こちらこそありがとうございます。いつも今日もいろいろお話を伺っていきたいんですけど、はい、まずこの、コロナ禍、本当に大変な市況の状況だと思うんですけど、アパレルの今の状況、そんな話もちょっと伺えたらいいなというふうに思ってるんですけど、通常だったら混んでる時間帯でもお客様が全然いらっしゃらなかったり、そういうことでやはりお店の売り上げっていうのはどうしても去年に比べて落ちてしまってるわけなんですけど、そうなんですね。その分逆にネットの売り上げとかは伸びたりしてるんですけどね、はい、やっぱり僕らとしてはお客様に実際足を運んでご来店いただいて、はい、実際その商品を手に触れて着ていただいて、でご納得いただいてご購入いただくっていうのが一番本当はいいんですけども、それが今ままならない状況なんですよね。なるほどね。一方で、例えばなんですけど、そのイタリア行ったりすると、買い付けっていうことも当然ずっともうバイヤー歴長いと思うんですけど、してきたと思うんですね、でバイヤーとしてやっぱり行けないで物を見る、物を買い付けなくちゃいけないっていうこと、イタリアに行けてなくていろんな物を見れてない分は、やはり日本にサンプルとして入ってきた商品を見て、今までのこう嗅覚とか感覚で、これは新しいなとか、でもこれは日本に合わないなとか、これはぜひ取り入れたいなとか、そういうのを見定めながらいろいろバイングしていくのが今回、その前回、この2シーズン続いてるんですけども、その武藤さんの長年のバイヤーとしての経験値、やっぱりこう市況をいろいろ見てきて、今はね、本当に全世界的なパンデミックが起こって、コロナ禍になってますけど、でも人々の気持ちってこうなんだろうなっていうことをやっぱり想像したり、未来のライフスタイルを想像してやっぱり買い付けてると。そうです。洋服をこう掘り下げていくっていう洋服好きじゃなくて、やはりどう見えたいか、どうかっこよく見られたいかとか、どう女性にモテたいかとか、どうイケる男になりたいかとか、そういうのを追求しているレーベルなんです、ね、レーベル、はい、そんなブリーラ・ペル・イリグストが、それのバイイング、それからディレクションを全部されている武藤さんが、この2021年、注目しているブランドっていうのが、僕伺ったのは、このイタリアのフィリッポ・デ・ローレンティスという、そうです、その通りです、新しいブランド、はい、これをあえて、その武藤さんのところで取り扱おうと思ったっていう経緯は何なんですか？最近このところ、ピッティ行けてないですけれども、やっぱりジャケットでもニットでも他のアイテムでも、カラーものっていうのは結構出てきてるんですね。例えばこの秋冬だったらモノトーンに、今までのただのモノトーンじゃなくて、モノトーンの中に何か一色色を加えたりとか。でもそういうムードでしたよね、はい、でその中、そういった中で色に僕は注目したんですよ。色の発色が素晴らしいんですね。で、なんでこんなに綺麗な色が出せるのか、で聞いたんですけど、やっぱり他のイタリアのブランドと加工の仕方が違うみたいなんですね。あ、そうなんですね。例えば製品染めの商品にしても、一手間加えてるみたいなんですよ。あ、なるほどね。ただその一手間っていうのは、やはりトップシークレット、企業秘密なんで、じゃあ何をしてるんですかって言っても、それは教えてくれないんですけども、実際に今日、武藤さんが着られてるこのポロシャツも、ものすごい綺麗な色ですもんね。そうなんですよ。
こういうブルーにしても、うん、こんなに綺麗にブルーに出ないんですよね。確かにそうですね。パキッパキッと出ないんですよ。あ、確かに他の色も全部そうなんですよ。ここに並んでるもの全部実はフィリッポ・デ・ローレンティスの、はい、まあ、新しい製品、うん、このオレンジにしてもそうです。白はとびっきり白に見えるし、そう綺麗じゃないですか色が。確かに、あ、そこがやっぱり他のイタリアのブランドと違うんですよね。なるほどね。どこのブランド、どこの高級ブランドもいろんな色のカラーパレットを持ってるんですよ、はい、でもこのフィリッポ・デ・オーレンティスみたいに綺麗なカラーパレットを持ってるブランドってないんですよ。そこに惚れましたね僕は。なるほど、はい、じゃあそのフィリッポ・デ・ローレンティス、その発色がいい、うん、本当に色鮮やかな、まあ、イタリアらしいこの、まあ、ニットブランドの中でも、うん、ビームスとしてはどんなスタイルをこれから提案していきたいなというふうに思ってるんですか。なんかその色物を1個着れば新しく見える、うん、そういうスタイリングがすごい僕はやりたいなと思ってるんですね。なるほど。今日まさに武藤さんのスタイルがそうですよね。そうですね。これ従来でいくと2020とかだったとしたら、うん、もしかするとこの中のポロシャツの色じゃなかったっていう感じだったんですか。このポロシャツは例えばネイビーになったり、あ、なるほど、ここから取ってベージュになったり、はい、白になったり、で爽やかに見せるっていうのが今までの普通のやり方だったんじゃないですかね。やはりこれを着ていただく、うん、あるいは色物を一色加えていただく、うん、それだけですごい新しく見えますし、うん、それだけで自分がすごい気分よくその一日を過ごせる。なるほど。そういうところがやっぱり狙いですね。なるほどね。だから最初は僕なんかも今までのコーディネートと違うんで、はい、これ着れるかななんて思ったんですよ。でもやっぱり着て一回電車乗って会社行って帰ってくればもう慣れますね。一回で。ちなみに今日の全身のスタイルちょっと教えていただいてもいいですか。ジャケットはあのエルネストの一枚仕立てのもう本当軽いジャケットなんですけど、うん、こういう白っぽいジャケット、はい、まあ、それに今回 の、 そのフィリッポ・デ・ローレンティスのこういうポロシャツ、ポロシャツなんです、はい、でこのポロシャツはジャケットに合わせられるように台襟がついてるんですね、うん、確かに襟越しが高いから、はい、シャツを開けてるような感じとしてポロシャツが着られると。この辺の V ゾーンが、いや綺麗ですね、めちゃくちゃ綺麗、うん、あとはそのあえて濃い色を入れたくなくて、はい、こういうブルー系のトーンで白っぽい色にブルーでこうすっごい爽やかな、そう爽やかにね、うん、ちょっと嘘っぽいんですけど。いや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 。ちなみにデニムはどこなんですか。デニムはあの PT トリノのロックっていう、あの僕が最近好きな、はい、細いタイプ、うん、でこれもやっぱりあのトレンドで、うん、やっぱり少しゆったりめのパンツなんかも出てますけども、はい、こういうのはやっぱりこう自分の好き好きでいいと思うんですね。だ僕なんかやっぱり細いパンツが好きだから細いものを履きますし、はい、ゆったりしたものが好きな方だったらゆったりしたものを履けばいい。まあ、だからそういうところにあんまりトレンドに固執する必要はないと思うんですね僕は。なるほどね。で足元はスウェードの、足元はスウェードの、まあ、ベルジアンシリーズなんですけど、はい、ポルペッタっていう日本のデザイナーさんがやってるブランドです。なるほどね。ちなみにこれはオレンジ色のもう本当に綺麗な、まあ、ポロシャツなんですけど、はい、にこのカーキ の、うん、のまあ、スウェード の、あのシャツブルゾンみたいな感じなんですけども、はい、あこれあリネンのパンツ合わせるんですね。こういうリネンのパンツなんか合わせて、はい、いつもこういうエスパードがこうありますけども、あこれエスパドリ、これ革ですか。ええ、あ編んである革なんですね。なんかちょっとリゾートっぽいコーディネートじゃないですか。確かにすごいアースカラーの中に一色差し色 の、 このオレンジがバーンと入ってくるっていう、だから実際リゾート行けないんですけど、はい、なんか気分としては、気分としてはこうリゾートエスニックとかアフリカとか行っちゃってもいい、もう、ね、モロッコとか行っちゃってもいいじゃないですか。そうなイメージですよね、はい、でもそこに本当にもう鮮やかなこの太陽のオレンジみたいなが入ってくるみたいな、うん、だから遠くに行けなかったら例えば近所の公園まで行くのでもなんかこんな格好して、うん、まあ、あのちょっと気分変わりますよね。コーヒーでも買って公園のベンチで飲んだりしてもなんか気持ちいいじゃないですか、ね、確かに、まあ、そういうのを考えて、まあ、こういうコーディネートを作ってみたんですね。なるほど。じゃ続いて、はい、2つ目のコーディネートなんですけど、これはやっぱりあの今こういうコロナ禍において、はい、まあ、リモートでこうテレワークなんか多いじゃないですか。テレワーク多いですよね、うん、本当にね。だテレワークなんかするときにやっぱりこういう、これジャージなんですけど、あジャージのジャケット、へこれはチルコロっていう、あのあチルコロなんですね、これイタリアのブランドなんですけど、ね、へめちゃめちゃ伸びますね。そうです。だからすごい非常に楽で快適、はい、まあ、まさにリモートワークとかリモートワークとか、まあ、ズーム会議とかぴったりですね。これなんかにもやっぱりこういうジャージーのパンツなんか合わせて、実はジャージーのパンツなんですね、はい、じゃあ今すぐ出てこいって言っても出てこれるような確かに、まあ、それにもやっぱりこういう軽い、こういう
ックスなんか合わせたりする。ネイビーのスウェードのスリッポンなんですね、うん、ビジネスっぽいんですけども、はい、少しカジュアルなカジュアルだし爽やかさもありますもんね。爽やかさもありますし、やっぱ爽やかなスタイリングって絶対女性にモテるじゃないですか。確かに女性大好きじゃないですか、うん、間違いないですよね、はい、まあ、そこ狙いですね。なるほどね。白と紺とそしてグレートを使ってっていう、まあ、ベーシックなスタイルですけど、うん、ジャケットがストライプだったりこういう素材がニットだったり、うん、そしてこの襟越しの高いポロシャツだったりということで、うん、やっぱり見え方がすごく非常に綺麗ですね。普通のシャツだとちょっと硬く見えちゃいますもんね。そうですね、うん、その通りなんですよ。硬く見えるんですよ、うん、それがポロシャツだといい感じにこなれ感も出る、はい、だけどこのシャツの襟のようなここの形は決まると、うん、あ、なるほど。さすが星葉さんです。いやそして最後はじゃあこちらはちょっとバルスターみたいな形ですか。そうですね、バルスタータイプなんですけども、はい、やっぱりこういう色物を中に入れて、はい、まあ、こういうシアサッカーのパンツなんかでこういう、あ、なるほど、これもちょっとリゾート感、まあ、そうですね、そういう感じで、まあ、カジュアルテイストででもすごい爽やかな感じで着こなせる。爽やかさとリラックスとリゾート感と。そうです、やっぱりでも皆さんのムードが停滞ムードだからよりそういう風に来ていただきたいですね、なっていうところがビームスからの提案ってことなんですね、うん、なるほど。ちなみに今のこれスタイリングとして、うん、オレンジのものは2つボタンを開けていて、うん、で白いこちらのポロシャツの方は1つボタンを開けて、はい、こちら逆に開けてないんですけど、うん、その辺の狙いっていうのはあるんですか、うん、まあ、これはさっきも申し上げた通りリゾートっぽい感覚、はい、これはテレワークなんでビジネスちょっとリラックス、はいはい、これはカジュアルのちょっと着こなし方で一番前に止めてみたと、はい、あ、なるほど、はい、やっぱりこういろいろそれぞれスタイリングに応じてポロシャツを楽しめるという、うん、あ、さすがです。いやビームスではフィリッポ・デ・ローレンティスポロシャツ以外にも扱ってるんですか。ニットも扱ってます。実際ここにはテーブルの上には実はこういうボーダーの、はい、ボーダーのニットですね、はい、これは今回のコレクションになかったんですけど、はい、別注で展開させてもらったんですね、はい、あ、これ別注なんですか。去年か一昨年の商品だと思うんですけども、はい、たまたまここのエージェントさんの担当の方が着られてて、はい、それどこにあるんですかって聞いたら、はい、それもう今年やってないんですって言われてじゃあこれやらせてください、かっこいいですねって話になって、うん、これまさに白と、ね、紺のボーダーなんですけど、はい、非常にしなやかな、はい、ニットボーダーだとやっぱり T シャツじゃないですか。あ、でもこれはカノコじゃないですか。あ、確かに、はい、だから同じボーダーでもやっぱり大人っぽく着こなせるボーダーだと思うんですよね。うん、これに合わせるんだったら同じ紺のパンツとか、うん、白のパンツとかいいですね、に紺のジャケットとかですか。うん、紺のジャケット着ても、はい、T シャツ着てるのと全然違いますよ。確かにニットの方がちょっとエレガントに見えるとか、はい、これ色違いで黒もある。黒もあります。これも半袖で。半袖で、ね、なるほど。これはスウェット型ですね。ニットのメーカーにあえてスウェットの形を作った、はい、こういうのも作るんですね、うん、フィリッポ・デ・ローレンティス。すごい、でもあれですね、幅が広いの。実際にこの辺のポロシャツ、うん、いくらぐらいなんですか。ポロシャツはもう、1万台後半、2万円までいかないですもん。だからもっと高いと思った。通常イタリアものでカノコのポロシャツでもっとするじゃないですか。もう2万円台中半とか後半とか普通じゃないですか。ですよね。プライスって重要じゃないですか。確かに。どんなに良くてどんなに発色が良くてどんなに手間暇かけて作ったものでも、うん、それがものすごい高かったら、あんまり高いと。そうですよね。やっぱりこういう値段だなんて終わっちゃうじゃないですか。じゃあその作りであったり発色であったりそのコストパフォーマンスであったり総合的にトータル的に見て、うん、やっぱりビームスとしては、うん、このフィリッポ・デ・ローレンティス、うん、注目しているということなんですね。そうです、その通りです。なるほど、うん、ということで今日は、ビームスのもう本当にもう僕もずっとお世話になっている、カリスマバイヤーですね、武藤さんにお越しいただきまして、ビームスが、すごく注目しているイタリアの、ニットブランドフィリッポ・デ・ローレンティス、ぜひ、注目してみてはいかがでしょうか。ということで武藤さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いや非常に勉強になりました。